じめまして、鈴月美希と申します。身長が156センチ、スリーサイズが86、54、84です。出身が京都出身です。自己アピールが、猫がとにかく好きで、現在リスクイーンとしても活動させていただいております。よかったら皆様応援してください。よろしくお願いいたします。ライブ配信をしています。 K です。身長は 160.1 です。先日健康診断に行ったところ、先生にまだ成長期だねって言われたので、3サイズもまたまだどんどん大きくなっていくと思います。アピールポイントとかは、私は若い時に、会社経営をしてたりとか、今はサロン経営をしてたりとか、バックパッカーをしていて、4年前に日本東京に帰ってきました。でバックパッカーでの経験とかがあってなのか、偏見がなかったりするところがあります。ただ、私は日本、ブラジル、ロシアのミックスなので、どこの性格が出るかわからないってよく言われるんですけど、もう笑ったり真剣な話をしたり、いろいろできます。でもできない、分からないことの方が多いので、日々日々いろんな方と出会って楽しい時間を過ごしてます。で、ディープさんに関してはラウンドガールはやっぱりその男の世界っていうものもあるんですけど、ディープジュエルって言って、女性の方も戦いがあったりとか、白熱した中でも、ラウンドガールとして女性としての花っていうところを意識していきたいと思ってます。緊張するそんな感じです。よろしくお願いします。はい、ボタン見て、向こうで開けていきましょう。佐藤理香です。157センチ、スリーサイズは84、62、84です。出身は北海道札幌市です。1年以上前からラウンドガールになることを目指して活動してきました。大好きな格闘技に携わることができるように頑張ります。ディープさんのためならどんなことでも全力で 150% で頑張ります。よろしくお願いします。名前はののかです。身長は158センチです。スリーサイズは、バスト82、ウエスト60、ヒップが87です。出身が東京都の清瀬市です。このオーディションに参加したきっかけは、将来芸能界で活躍したいと思っているので、たくさんの人に自分の存在を知っていただくため の、 活動範囲の広げるためにも参加しました。そしてディープさんにもたくさん貢献できるようになりたいと思って参加しました。特技は初対面の人とでも楽しく仲良くお話しできることと、一人で行動できることです。一人で、バーや常連さんしか行かないような、ところに行って常連さんとお話ししたりするのが好きです。
私は結構その自分の世界観や、を表現するのが好きなので、写真を通じてモデル活動で自分の世界観を表現したり、 TPO に合わせて、お洋服の系統を全く違うものにしたりするのが得意です。頑張ります。姉もねです。身長は160センチです。スリーサイズは上から85、59、95です。出身は静岡県の浜松市です。私は好きなことがポーカーとキックボクシングに最近はハマっています。自分も体を動かすことがとても好きなので、一緒に盛り上がれたら嬉しいです。よろしくお願いします。行けます。ありがとうございました。ゆきなと申します。身長は170センチ、スリーサイズは85、65、89です。出身地は大阪府です。もともと関西で芸能活動とかモデル活動をさせていただいてましたが、少し表舞台からは離れていました。ですが今回大好きな格闘技、そして今はフライ級トーナメントとかカードのマッチメイクが熱いピープに携わらせていただきたいと思い、オーディションを受けさせていただくことにしました。よろしくお願いします。頑張ります。上原みどりと申します。身長166センチ、出身は長野県です。スリーサイズは88、60、90です。ぶっかけうどんが好きです。身長160センチです、3サイズは上から86、55、87です、出身は東京です。ラウンドガールの経験はないんですけど、子供の頃から格闘技は好きでよく見ていたので、会場を盛り上げられるように、皆さんに笑顔を届けられるように頑張ります。